森岡駅東口に停車する、電電虫森岡都心循環バス。電電虫は、岩手県森岡市内中心部で運行されている、コミュニティバスである。運行事業者は、岩手県交通。1999年2月1日、森岡市が全国で4番目のオムニバスタウンに指定された。これを受け、森岡市が主導して百九十九年度に、森岡都心循環バス。 電電虫の試験運行を実施。試験運行は夏季と冬季の2回に分けて行われた。森岡市、コミュニティバスとして市から補助金を受けて運行開始、補助金により専用車両として中型アンステップバスを購入した。翌2000年4月1日からは本格運行に移行した。森岡駅を起点として、 市内中心部を一周5 7トル、約35分で運行する循環路線で左回りと右回りの両方向で運行している。車両デザインは1998年に行われたバスフェスティバルイン森岡の低床バスデザインコンテストにて小中学生部門の最優秀賞に選ばれた当時小学1年生であった児童の作品である。2005年から2006年にかけて 県内バス事業者としては、初の中型ノンステップバスが専用車として投入された。岩手県交通の発行するバスカードは2019年5月15日まで利用可能だった。ただし、乗降方法は、他路線同様、中乗り前振りなので、バスカードは読み取り機に2回通さなければならなかった。IGR 岩手銀河鉄道が発売する企画乗車券は、 すごいキップのみ、利用可能で、IGR バス乗り継ぎ通勤定期券は利用できない。電電無視専用車両は、以下の通りで、右回り線に5台、左回り線に4台が所属している。ありがとうございます。